人はないです。あ、ないです。ないです、ないです。人生で一回もないですか？一回はあります。一回はあります。久々っすね、シリアさん。なんか久しぶりに夏希見たら受けたなって思いますね。いや、それは吹けますよ、だって。じゃあ行きますか。そうですね、シリアさんが僕に質問するみたいな感じですよね。じゃあ今からインスタライブ夏希と始めます。お願いします。僕噂に聞いたんですけど、ロリコンなんですか？どんな噂なんですか、それ？ポニーテールと制服系とかが好きみたいな話聞いて。制服嫌いなやつっていないんじゃないですか、でも。制服嫌いなやつ何もないか。夏希さんはどういう女の子が好きですか？元気でよく笑ってポジティブな子が好きです。16歳の制服と35歳のエプロン。いや、そりゃ制服の。それは制服の。ロリコンに誘導されてる気がするんですよ。いやいやいや、暑いね、ちょっと床暖房聞きます。じゃあ今日からツイッターのアカウントの、はい、アットロリコンにしてね。夏希アットマークロリコンだ。夏希アットマークロリコン。ぶっ込んでいいですか？あと12分僕のターンなんで。その前ツイッターに言いましたじゃないですか、夏希さんとか。あれの真相を聞きたい。まあ今だから言いますけど、まあユーマっていうのレオの時から仲良くてよく揉めてたんですよ。で、僕のことが一応好きで、そのエリーにも行きますよっていう流れでエリーで一緒に働いてた。で、あいつもクソ生意気なんで、その日もそのイベントであいつがなんかそのインスタライブをしてて、でそこに主役のこの女の子がちょっと映っちゃってて、でそれでお前ダメだろっつって、からそれから溝打ちに入っちゃったんですよ。で、それでユーマがそのうずくまってて、そこでユーマが逆上してブチ切れて僕に飛びかかってきたんですよ。まあよくあるホストクラブあるあるやんね。そうそうそう、ユーマも酔っ払っててなんかメンヘラみたいになっちゃって、でツイッターに上げちゃってって感じです。なるほどね、はい、そんな感じだったの言ってくださいよ。待ってください、シリアさんのリアクションちょっと悪くないですか？なんかいやいや、嘘つきっぽいじゃないですか、リアクションが。でシリアさんめっちゃいじってくるじゃないですか、僕のこと。いや、あと10分残り時間なんでやめてください。一回水飲んで。やめる、無理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 。いやいやいや、夏希がすごいよ。ドリが好きやっていう噂。最近よくパソコンを言ってるじゃないですか。あれにハッドリが映ってたみたいなこと。風の噂ではなんか。風の噂怖くないですか？ハッドリはないです。あ、ないです。ないです、ないです。人生で一回もないですか？一回はあります。一回はあります。いや、なんなんですか？すげえ汗変な書いてるんで、ちょっと本当に。ちょ、視聴者がどんどん増えてきてるんで、ちょっと。なんですか？ぶっちゃけ、夏希さんの貯金額、イエーイ。これ大丈夫ね、残りますよね、動画。いや、残す YouTube で配信したるから。これちょっとマジでダメですじゃん。女何人買えるぐらい。女買うってこともダメだから、ちょイメージが熱すぎて。ちょっと窓開けますね。すいません、あと5分僕も時間あるんで。いやいや、きちえ。歌舞伎町で抱いた女の数、もう一回言いましょうか。歌舞伎町で抱いた女の数、はい、やっぱり3桁は抱いてるじゃないですか、シリアさんも。いい僕すんだよ。ほら、そうなんでしょ。絶対そうなるじゃないですか。リアルに何千人みたいなのは言ってないですね。1000人超えたとかは、うん、女の子のこと1000円って言うんですね。違う言い間違えただけ。女の子1000円2000円3000円って言う。いやいやいや、きちえ。まあでも若い時に集中してるんで。最近は集中してないんですか？それはもちろん、それはそうですよ。その反面で言ったら、いや、あと4分残る時間なんで。すごいなんかショックですってめっちゃ来てるけど、めっちゃ見てくれてんだよ、夏希の話。やっぱりトークのとこ逆に上がっていくから。そう、上がっていってる。きついきつい。皆さんちゃんと俺がテレビトークっていうことをね、念頭に入れながら聞き、まあ確かに面白おかしくやってるかもしれないし、シリアさんってやっぱこういうのマジうまいっすよね。なんかそうです。俺次椿の霊ってやるから、もっとぶっ込むから任せて。それは僕もちゃんと主張してますね。抱いた女の名前全員言わせるから。じゃあ僕の質問ってことで大丈夫ですか？七谷さんにもじゃあ同じようなね、質問でいきたいと思うんですけど、はい、経験人数は何人なんですか？2人っす。なわけない。2人っす。絶対嘘で言ってる。いや、本当に嘘抜きでじゃあ言いますね。2人っす。え、本当に2人なんですか？いや、嘘です。ちなみにじゃあ渋谷さんの女の子のタイプっていうのは、18歳の可愛い系の大学1年生と、もう40歳の小綺麗なおばさんだったら、どっちが好きなんですかね、うん、40歳の小綺麗なおばさんっすね。40歳に偏見僕ないんで、夏さんみたいに。いや、やめてください、おしゃれ。嘘つかない子で、自分のことをよく分かってくれる子が好きですね。それで金使ってくれたらなおよしって感じです。いや、でも僕もそうなんですけど、もう現役プレイヤーじゃないとこがあるんで。あ、じゃあお金使わなくても渋谷さんと付き合う可能性は全然あると思う。ラブです、ラブですよ。もう今日インスタライブ見てくれる時全員ラブですよ。ちょっと黙ってください。あ、そうでした。お客さんとの時はどんな感じなんですか？いや、僕お客さんと
しないですもん。いやいや、するって言ってたじゃないですか。いやいやいや、これやったぞ。もうこれお互い怪我しちゃってるだけなんですよね。でも大丈夫です、怪我し合うのが宿命なんで。これはもういるとさ、なんでも全然これ、うん、自粛中はちなみにエッチしてるんですか。違うな、これ怪しいぞ。検索ワード聞きたいです。巨乳ギャル。巨乳ギャルな話。ってな感じらしいですね、皆さん。はい、終わりました。これえぐく地獄やね。夏木のロリコンの話はもう消え去った。俺思うんやけど、夏木と行ってカロリーを全部飲み干したんですよ。夏木は全然叩かれへんかったのに、俺だけ奈良原もう組んだみたいなこと。抱かれて、なんてさ、そういうイメージなんかな。やらしくない、そういうことしない、かっこいい、かわいい、ずるいよね。これも絶対そうやん。100% なんか主人のせいでな、好きなイメージさかって言われるんやろ。またやね。叩く人は、まあ、ほっときましょうよ。こんなに押されてるんだって、そう、シューヤさんってね、なんかめっちゃいじってくるんだよ。もう人いじる天才だから、この人。毎日持ってフルボッコにするじゃないですか、シューヤさんいじることによって楽しさを覚える、この性格はね。性癖っすもんね、シューヤさんの。ちょっと待って、俺気に食わないな。シューヤさん、好感度上がった。なんで俺は下がるって言って、シューヤさんだけなんだ。シビル、カッササルは。最後夏木はロリコンでもいいって言ってるよ。いやロリコンじゃないよ。でもだからなんか昔16歳のこのヌーブラを集めるのが趣味。天体すぎませんね。周屋さんのくしゃって笑うの可愛いですね。ありがとうございます。なんかちょっとなんかね、反響があるなんかインスタライブできてよかったかなと思います。いや本当にでも面白かったですね。またぜひ。はい、夏木がちょっとロリコンってことだけは本当かどうか分かんないんで、本人に聞いてほしいですと思います。もうロリコンのラッシュがすごい最後で、明日シュウヤさんと椿霊がやるんで、あの見てあげてください。僕も見ますね。じゃあありがとうございました、シュウヤさん。またありがとう。みんなもバイバイ。いいですか、いきますね。ロリコンとのインスタライブ初コラボ、イエーイ。突然ですが、ロリコンですか。もともと年下が嫌だったんですよ。なんかお前昨日のインスタライブさっては見てめっちゃ準備してきたやろ。いや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 、見てないですよ。ふとした疑問なんですけど、はい、ホストクラブの社員旅行あるじゃないですか。はいはいはい。ホストクラブの社員旅行ってやっぱこんな買うんですかね。気失って気づいたら舐められてた時はありますね。なんかマッサージ屋とか行って、はいはいはい、英語で言ってきて何言われてるか分かんなくて、オッケーオッケーオールオッケーって言ったら別室連れてかれて抜かれたっていう。俺だって7年前なんかは東京出てきて、はい、新大久保のなんかホテル泊まったんや。マッサージそしてマッサージしてって言ったらむっちゃ食べて、ちっちのおばあちゃん来てオッケーって聞かれて怖くて逃げた。あ、僕18の時に初めて海外行ったらタイだったんですよ。そこでパイパンの美女と出会って、俺全然本当に何もしなかった。18だったんで全然しなかったんで、俺めっちゃしたんですよ。めちゃめちゃしたら俺次の日から40度の高熱出て、お腹ポケット出してお前さ、まさかしてねえだろうなって言われて、え、なんでわかったんですかって言ったら、俺はした後目拭いたら目がリン病になったって言ってました。それブリ大根かけるじゃないよね。違う違う、刺されるっすわ俺そんな言うっすわ。レイは多分同業付き合いとかあると思うんで、好きな人って言い出したら多分気になると思うよ。苦手な人、苦手な人ですか。いや俺いたんすよ。ブリ大根かけるじゃなくて、かけるさ、うまくやっていけないなと思ったら俺レッド3年続かないっすね。レイ君の好きなタイプの女性、パイパンでエロくてバカじゃない子がいいですね。それはギンギラってデリヘルに電話してプラス2万円払ったらいます。ダメです、あいつは晒すんで。いや本当に毎日デリヘル呼びたいぐらいなんですけど、あいつは晒すじゃないですか。僕元カノの友達がデリヘルできて全部晒されましたよ。すごい勢いで視聴者伸びてるんですよ、はい、最近いつ〇〇したか。僕ですか、毎日っすよ。いやそれリアルっすか。リアルっすかって言われたらそれ、いや僕はもう今年1回もやってないんで。嘘つけ。はい、次行きましょう。歌舞伎町の闇、これマジでまあまあいかつの言えるよ。俺マジでこのあとなんか上層部が電話ある可能性はあるけどっていいだろ。年間ナンバーワンの乾杯。乾杯。周谷さんから見てやっぱコピュールってうまいですか。人と絡むのが上手かなってレイも思います。あれ親に似たって言ってる子いるじゃないですか。僕の母親なんですよこれ。僕の母親が周谷さんのことめっちゃ好きで、周谷さんはファンですって言ってるんですよ。お母さんの本名いいっすか。僕んち恵子ですけど。あ、うち美奈子っすね。美奈子って可愛いな。で僕らのクズだった話しましょう。はい、いいですね。自分クズだなと思ったトークエピソード、うん、
店のイベントってあるやん、グランドオープン、周年とか、バースデーとかって、絶対集合写真撮るやん。それをゴールドは、店の外で撮ることが多かったんよ。当然、1時以降なんで、酔っ払ってるし、イエーイで撮るやん。で、ちょっと女の子が出たら、ドライン教えてやとか、そう、俺悪乗りをしちゃうんやん。あー、なるほど。その時に、LINE を聞いた子が、起きた隣におったっていうのはありますね。どうしようもないっすよ、本当は。まあ、僕はクズだなと思ったのは、初シャンパン入れてくれた子に、出して、刺したっすね。それは、ブリ大根かけるのは興奮してました。それはいつだったか言わないっす。遠い昔の彼女と喧嘩して、実家帰るって言って、帰ると、あ、もうこれ別れんねやって思って、デリヘル読んだら、その子の友達聞いた話が一番面白いんじゃない大好きなハニーと別れるのになるんだ。でも心と体は裏腹にちょっと今日ムラムラするな。誰かにこの寂しさと体を埋めてほしい。ああ来たな、やりました。俺彼女の友達でした。終わりや。あのそれ知らないですけど本当バカっすよ。俺のお母にこれを見られてるって。俺メンタル強くないですか。してる話してるんです俺。逆にお母さんって。されてるんかね。やめなさい、もうそれはマジやめなさい。僕はもう乗らなくていいから、俺もう本当にもうこれ嫌になるわ、俺もう本当に。あと20分やるんで、あと20分やるんで、皆さん、あ、マジ惜しいっすよね。あと30人なんですよ。あと30人やったら現金5万円プレゼントね。これちょっと何としても500人行かせたいっすね。ね、500って数字は俺、ホスト同士で見たことないんで。男の子の視聴者の方には、これあげたいなとか、あんま着ないんで、バレンティンのジャージなんですけど。あ、今408人引いた。あと20人頑張って、あと15人。これすごいことっすよ、でもやっぱ。僕らしかできない暴露話をしましょう、だから。視聴者ないっすか、それ言ってくれたらダメ。あと10人、いや、あと頑張って頑張って、あ、ちょっとあと10人とかなってるのに大会するやつのメンタル聞きたい。いや、ほんとそうですよね。ちょっと、もうちょい辛抱してほしいですよね。もうちょい辛抱し最悪っすわ、今切れる。マジで、あと3人とかだったっすよ。最悪やわ。499落ちたから、ね、最悪や。あと18分で終わりなんで。いや、これは行きたい。行ったら俺お花まで20万出しますわ。もう20万プレゼント企画ぶち込みますよ。お猿さん、すいません調子乗ったっす。まあ自粛中なんですけど、俺の家で大宴会みたいなの開きたいよね。イエローのイブ呼んで、ダイゴとヤイガも呼んで、あれ、宝よはいらんやん。高いな。リメイクのハルトも呼ぶし。あー、ハルトさん、美咲さん。あー、もう、美咲なんかもう俺の思うよ。LSP の美咲も呼ぶし、あと、夏木も呼ぶし。あー、夏木さん。大宴会したいよね。あ、カイトも呼ぶし、あと、イチゴも呼ぶし。星くんも呼びましょう。うちの山田呼んでも多分来ないかもしれないですけど、呼びます、イチゴ。あ、殺したやつ。山田、ブリ大根、ハッシーも呼んで。お話ししたことないですけど、越前龍馬さん話してみたいですね。もう歌舞伎町の有名な人たちを全員呼びましょう。あ、レンジ君は呼ぶ。レンジ君はちょっと、俺レンジさんお話したことないですね。七原修也チャンネルと、椿礼チャンネルで歌舞伎町の有名な全員集めてみた、やりましょう。やりたいです。パイス呼べよ、あんまの。あ、ゆうせいさん。ゆうせいすぐ来るよ、すぐ来るよ。今来るよ。大根ちゃーん。おっ、来た。歴史の教科書には載んないですね。いや、でも今日はコラボありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったですわ。500人いったんで、僕は20万円現金プレゼント企画を柊也さんと話し合ってやりたいと思います。僕もあの、ね、男にバレンティンの服あげて現金も当選で、久々になんか一緒に飲んだ感じで気分だったんで、出るよ。ありがとうございます。本当に見てくれてありがとうございます。本当に本当はなんかこの2人見てくれてます。こんな事態ですけど、収束したら楽しみましょう。じゃあさ、あのそんなね、あのいいこと言っても僕ら席にクズみたいなこと言ってたんで、クズがやるダメですね。いや、でも本当にありがとうございます。じゃあ皆さん、本当にありがとうございました。ありがとう。また次投げさせていきます。バイバイ。